今日は家庭の喧嘩っていうのをちょっと取り上げてみたいと思うんですが、最近環境問題とか言ってですね、地球が温暖化になるから環境が悪いとか、昔はゴミが溢れるとかなんか言ってたんですが、大したことはないんですよね。空気で咳き込むわけでもなし、水がおいしくないわけでもなし、海岸に行ったら海水面が上がってるわけでもなし、テレビでただ環境が悪いっていう幻想をまいてるだけで、実際には最近雪が少し少なくなったねとか、それから、北海道の方でも米が取れるようになったねっていいことばっかなんですけどね、そういう環境問題なんか気にしたりなんかしてる人がいて、もっとひどいのはなんか石油がなくなるから電気をこまめに消しましょうって、お金が節約するからいいんですけど、そんなこと言ってる人もいるんですが、それよりかやっぱり僕らの環境が一番悪いってのは今最近家庭の喧嘩でしょうね。ある意味では良くなったとも言えるんですね。昔は親父かなんかいて喧嘩なんかしようもんなら怒鳴られるから、じっと我慢してると。だけど最近は親父がいないから平気で喧嘩すると、いうことになるわけですが、家庭の喧嘩っていうのは典型的には親子喧嘩、夫婦喧嘩、兄弟喧嘩っていうのがあるんですね。でこの3つはなぜ起こるのかという話をちょっと今日はさせていただいてですね、家庭の中の喧嘩って言ってみれば錯覚で喧嘩してるんですよ。ちょっと変な言い方なんですけど、本来は喧嘩しなくていいんですね。なんで家庭では本来は喧嘩しなくていいかっていうとですね、利害が一致してるからなんですね。家庭っていうのは普通はよっぽど腹黒い人の夫婦でですね、なんかこの結婚によって金儲けようとかそういう人もいるかもしれませんが、ちょっといるでしょうけど、それは少数なんですね。普通の家庭というのは本来は、家族で一致団結して、みんなで子供はすくすくと育ち、お父さん元気で働き、お母さん今のところ忙しいんですけどあれこれとやって楽しむと、みんな楽しい人生を送りたい、財布は一つというのが基本ですからね。だから家庭で財布を2つに分けちゃうと余計いざこざが起きて、人生っていうのはつまんなくなるんじゃないかなと僕なんか思ってますが、今日はそういうオーバーオールの全体的な話ではなくて、なぜ家庭で喧嘩が起こるのかという理屈ですね。理屈を知ってると喧嘩ってのは起こらないんですよ。実は喧嘩っていうのは全部錯覚なんですね。ですから、喧嘩する必要ないのに喧嘩しちゃうわけですね。たまにストレスを解消するために喧嘩するっていう喧嘩はいいんですけども、本当に喧嘩しちゃったらいけないわけですね。まず親子喧嘩、これはもう非常に簡単な原因なんですよ。親子っていうのはですね、大体平均して30年違うんですね。父親か母親が30ぐらいになって子供を産みますからね。最近は35歳と言ってもいいんですけど、やっぱり平均としては今でも親と子の年齢差は30としていいでしょうね。そうすると子供が小さい時もあるんですが、子供が30歳、親が60歳とかですね。子供が20歳、親が50歳、こういうケース多いんでしょうね。子供が20歳で20歳、それで親が50歳とか60歳とか、そういったケースですね。そういったケースはですね、喧嘩することが多いんですけど、これは当たり前なんですね。当たり前なんです。どうして当たり前かっていうと、世の中っていうのはですね、大体価値観が30年で逆っていうかですね、そういうふうになるんですね。私がいつも示している例ですと、婚前の性交渉がいいか、婚前セックスがいいかっていうのがあるんですね。これは大々的に1973年から1993年にかけて、調査されましたんで、そのデータがしっかりしてるので、参考にしやすいんですけれども、ちょうどですね20歳と50歳でもいいんですが、30歳と60歳でもいいんですけど、ちょうど親子ぐらいの差がある場合に婚前セックスしていいかっていうのがね、正反対になるんです。例えば、具体的に言いますと1983年の調査を見ますとね、婚前にセックスしてもいいという人が若い子供の方はですね 80% なんですよ。それからその時ちょうど30離れた親の方はですね80% がダメって答えてるんですよ。つまりですね、親子喧嘩の原因はですね、一人一人の人の性格とか考え方じゃないんです。そこが非常に重要なんですね。ある磯部さんとかサザエさんの家族ならサザエさんの家族があると。で、子供と親の意見の違いっていうのはほとんどの場合時代の流れなんですよ。つまり昔は婚前セックスは許されなかった。ずっと昔はまた違うんですよ。足入れ婚とかいろいろあるんですが、少なくとも今の時代だとですね、親の時代は婚前セックスは許されなかった。子供の時代は婚前セックスは OK になったっていう、そういう時代の差なんですよ。時代の差を喧嘩してるんですよね。例えば、娘さんがですね、今度彼氏と旅行に行くんだ。親父が真っ赤になってですね、何お前考えてんだ、結婚もしないでってこう言うと。だけど、実際にそんなに婚前セックスが多いわけじゃないんですよ。多いわけじゃないんですが、意識としてですね、親はとんでもないっていうものが子供は普通だ。何お父さん言ってんの？だってみんなそんなの何とも思ってないわよってこういうことになるわけですね。これは時代の差であって個人の意見の差じゃないんですよ。お分かりになりますかね。要するに喧嘩っていうのはね、普通その親ですね。武田なら私武田なんですが、武田なら武田の親はこう思ってる。武田の子供がこう思ってるって。田中さんだと親はこう思ってる、子供はこう思ってると思うでしょ。そうじゃないんですよ。喧嘩のほとんどはですね、外的要因なんですよ。例えば今の婚前セックスなんかそうなんですけど、世の中が婚前セックスを許さない時代に親父は生きていたと、それから娘は婚前セックスが OK の時代に生きていたっていうことですから、個人個人の意見を言って喧嘩してんじゃないんですよね。すごく面白いんですよ。みんなね、喧嘩っていうのは意見の相違だって言うんですよ。意見の相違だ。いや、意見の相違の喧嘩ってのはすごい少ないんですよね。これにはいろいろありますね。意見の相違のように思う